40万か。じゃあ、なんてつらしてんだって。じゃあ、君がさ、土日で40万なくなったらさ、こんな顔にならないの？ねえ。あ、ご苦労です。わっちがけん、ご苦労ありがとう。ありがとうございます。初めての方です、ひらがなの方。ありがとう。いや、お金返してって、俺が返してほしいよ。俺が返して。もう誰かさ、爆投げの人がさ、40万ぐらい入ってさ、ふわっち学園2万個ぐらい投げてってくんないかな。よっさん、いつも配信ありがとうってさ、これ少ないけどって、ね、爆投げで2万個ぐらいふわっち学園がね、来て、したら俺さ、もうテンションめっちゃ上がるんだけど。あー、10個じゃっす。ひらがた10個じゃと、ふわっち学園。ああ、マジでやったら金返せや。いや、俺が返してほしいよ、そんなもん。おはようございます。いや、もうダノンプレーム買えないよ。次どこ使うか知らんけど。で、これ買わないと3着以内行くんだよな。わかるんだよ。俺はここでダノンプレミアムを見限るっつって次買わないと来るんだよ。最後の激走とか言って。うるせえよ、何かヘアバンド忘れてるんだよ。どうでもいいだろ。別につけなくちゃいけない理由とかねえだろ。犯罪でもないんだからよ。そんなもん。やる気ないならイベントやってないよ、放送。やる気あるからやってんだよ。大丈夫か、頭、お前。ゴミがちゃんとさ、考えてコメント打てよ。便所の落書きが。クズが。平成じゃなくてよ。平日のよ、こんな時間によ、コメント書いちゃって。明日仕事ねえのかよ。クズどもが。わらわら、わらわらと。奇跡起きないかな。よっさん、ファンタスティック投げますっつってさ、10個ぐらいさ、景気よくさ、パンパンパンってファンタスティックが連打で上がんないもんかね。
君たちが明日の昼飯を抜けば10個投げられんじゃん。全員が投げてよ、10個。そしたら勝てるよ。毎日10個投げてくれれば、君たちが。そう、300人はそんなもんでしょ。裏で結構やってんじゃないの。イベントが終わったら来るよ。裏で結構いろいろやってんじゃないの。ルジさん、ご飯食べる？ご飯？ご飯食べな。うん？ご飯あげてなかったね、クダ。ご飯食べんや、クダ。うん？いや、黒板じゃ1位いけないよ。いや、そろそろファンタスティックとはないと1位は厳しい。ねえ、かぼちゃん。ご飯食べるか。よいしょ。